ベルフル1811年頃2012年にオーストリアのビール会社がベルフルの記事に掲げた名盤ベルフルが没したマリバンに2012年に掲げられた名盤ヨーゼフ・ヨハン・バプティスト・ベルフルはオーストリアのピアニスト・作曲家ベルフルはザルツブルクに生まれた同地ではレオポルト・モーツァルトとミハイル・ハイドンの下で音楽を学んだ彼は歳の時 バイオリンの演奏によって初めて公の舞台に立った。1790年に、ウィーンに移ると、ボルフガングアマデウス・モーツァルトを訪問しており、モーツァルトからいくらか指導を受けたものと考えられる。1795年にはこの街で、第一作となるオペラ、デア・ホロンバーグを上演した。ベルフルは非常な長身で、長い指に恵まれていた。 鍵盤上の広い鬼域をつかむことができたことで、ベルフルは特に即興演奏に優れた技能を有していた。1798年にライバル関係にあったベートーベンにオーパス六のソナタを検定している。しかし、ベートーベンは1799年にベッツラー伯爵邸で行われたピアノの決闘においてベルフルを打ちまかし、それ以降ベルフルの人気は陰りを見せることになる。 ベルフェルは1801年から1805年までをパリで過ごした後にロンドンへと赴き1805年5月27日に最初の演奏会を開いたここでは大成功とはいかないまでも商業的には成功することができたベルフェルは1808年にピアノソナタオーパス41を出版した技巧的難獣差のために ベルフェルは当初この曲を過酷すぎないノンプラスウルトラと名付けていたが、ドゥシークがパリへの帰還レルトゥールアパリという大のソナタで挑んできたのに応じ、自らの曲を過酷な曲プラスウルトラと解題し、皮肉を込めて過酷すぎない曲へ検定した。ベルフェルはジョージ・フレデリック・ピントの未完のソナタを個室完成させ、出版にこぎつけている。 ベリフルは1812年、ロンドンの大マリバン通りで生涯を閉じた。ベリフルの楽曲は長らく演奏会に取り上げられなくなっていた。しかし、2003年にピアノソナタ選手が録音された。また、2006年にはピアノ競奏曲第1番、第5番、第6番と第4番から一つの楽章が録音されている。 ベルフルのピアノ競奏曲は、このジャンルを開拓した、モーツァルトの作品に非常に似通っているが、モーツァルトの死後に、ピアノの音域が拡大されたことを反映して、使われている広い音の幅によって聞き分けることが可能である。弦楽四重奏曲、三重奏曲、二重奏曲。ありがとうございます。